片付けられちゃってるよ。これもこっちもそうだ。無限の可能性を信じますか。確かカラオケボックスにいたよね。
聞いてくれ。このままだとあの化け物、悪魔にみんな食われちまう。悲しい。悲しい。話は後でする。今すぐ魔法少女になってくれ、頼む。ちょっとなんだね、いきなり現れて何をわけのわからない。神様システムデータの照合を開始。神様システム、よし、いけそうだ。ワン、ツー、スリー、全データの照合確認。神様システム、スタンバイ。キスミスリー。なんてキス？どういうこと？すぐにスマホに口付けをするんだ。
ってとこかな。前の言う通り、あの子たちを魔法少女にして悪魔を倒したぞ。そうね、初めてにしてはよくやったんじゃない。じゃあこれで約束は果たしたってことでいいんだ。うん、そうね。じゃあ俺は元の世界に帰れるのか。え、それは無理だけど。はあ、悪魔たちとの戦いは今始まったばっかだよ。これからまだ続くのか。言ったでしょ、こうしてる間にも悪魔はどんどん増殖しちゃってるって。いい、魔法少女たちはオムニスになったあんたの力を経由しないと魔法少女に変身することはできない。はあ、じゃあずっと近くにいないとダメなんじゃないか。やる気がないなら放っておいてもいいんだけどね。ま、そしたらあの子たちがあっさり揺らぎに巻き込まれちゃうだろうけど。揺らぎ？悪魔が発生する異空間、バトルフィールドって言った方がイメージしやすいかな。さっき戦ってた場所か。じゃあ変身できずにそこに巻き込まれたりしたら、悪魔にあっさり食べられちゃうよね。そんな。どうするの？やるの？やらないの？